久保さん。可能性は無限大ですけどね。可能性は無限大。ただ、育毛は限界みたいな。行毛限界みたいな。ハゲてきてる。薄いななんかね、ぺっちゃんこになるんですよ。まあちょっと金で突っ込んで限界突破したいなと思うんですけど。まあいろんな方法ありますからね、今ね。 そうなんだろうなあのー、久保さんが言う通りねあのー、まあいい言葉ですねじ自分のまあだ思ったことが思い通りになってるんじゃないですか結局 <laughs> 思ったことが思い通りになるっていうさ、ね、<laughs> 自分はできないと思ってるんだったらそれが思い通りにできないっていうね <laughs> だからそのなんだろう僕が言葉で表すならば思いの量じゃないですかね思いの量 どれだけ例えば女性を好きっていう思いもうん多分その思いって人それぞれ変わってくると思うまあ好きっていうそのあるはあるんだけどもその思いですよね思いが本当にこの人っていう思いの重さなのか重くないのかっていうでも好きは変わらないんだけど。 うん、好きは変わらないんだけどその思いの量っていうのが変わるんじゃないかなっていうまあ思いの量だったり深さだったりとかまあそういうところですねだから例えばハワイに行きたいなと思ってますでもその思いが重くなかったりとか広くなかったら深くなかったら多分流れるんですよ思ってるけどいつかいつか行きたいなまあ一応思ってるんですよいつか行きたいなハワイにっていう でもその思いが真剣じゃない、深くない、広くない、うん、重くない。でも本気でね、ハワイに行くぞって思ったら、本気でね、深く思ったら、チケット取ると思うんですよ。会社に行ってね、休み取ると思うんですよ。日程調整すると思うんですよ。本当にそう思ったら。でも大抵の人は、なんだろうな、薄っぺらいんですよね、そのあれが、思い,思いが。 ただなんか、なんとなく思ってるみたいな。そんななんとなくみんな重いじゃないですか。<laughs> 億万長者になったらいいな。なあ、さみんな重いよと。ね。じゃあ、なんでその重いの差ができるのかっていうと、まあ、こう、重しで言うならばね、天秤にかけます。じゃあ、こっち、1グラムの重いです。ね、重り。1グラムの重い。じゃあ、これ100グラムの重り。どっちがこう、うん、動きますこっち動きますよね。 どうすかこっち動かないですね。もはやこっちなんかもうびなんかパーンみたいなこっち勝っちゃいますよね。その差なんじゃないですかうん。な思いがね、まあ天秤をかけてね、その思いがね、0.0001ぐらいだったら多分置いてもね、天秤、多分あんま動かないと思いますよね。0.0001ぐらいの重りを天秤に載せたとしても、多分、なんかこんぐらいじゃないですか。<laughs> もはや動かないかもしれないですね。 多分天秤にのみを乗せて飲みって何グラムあるんですかね分かんないですけど多分動かないかもしれないですね、うん、でも重ければ動くんで重ければその強い思いがあるんだったらチケット取るでしょ、うん、でみんな浅いんじゃないかなと思うんですよねな深く後悔して深く反省して深く勉強してやれば成功できると思うよと言ってらっしゃい